これってこういうことじゃないのかなというふうに、新海誠がですね、東日本大震災を書くならば、宮崎駿が書くのはですね、の世界じゃないのかと。これですね、君たちはどう生きるかですよ。12月13日に突然ジブリがですね、新情報を出したんですね。このポスター出して7月14日公開ということをですね、発表しました。で、僕はですね、11月16日のですね、ゼミでこうなんじゃないかなって話をしてます。東京 FM のですね、鈴木敏夫のジブリ汗まみれでですね、主題歌ができたというふうに鈴木さんが報告してます。で、あと、その時、その11月16日の前に来たタレコミでですね、ジブリは君たちはどう生きるのかに続いてもう一本長編アニメの企画を進めていると。で、監督は分かんないんだけども、宮崎駿と鈴木敏夫が共同プロデューサーをやっていると。で、これを僕はですね、あ、その場合宮崎駿と鈴木敏夫が共同プロデューサーやるんだったら、監督は庵野秀明で、庵野秀明が新ナウシカを作るんじゃないのか。だから、庵野秀明のですね、新仮面ライダーの次のプロジェクトというのはまだ発表されてないんじゃないのかという話をしてました。これが11月16日 に話した僕の、考えですね。で、新情報がですね、まあいろいろ出てきて、これもネットニュースになっています。まずですね、12月1日、木村拓哉さんのですね、インスタです。台本みたいなのがあってですね、モザイクがかかってます。で、ここに文章、おはようございます。今日は久しぶりにお会いする監督のもと、とある作業へと向かいます。また現場で会えると思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。よし、行ってありますって書いてるんですね。で、その次のインスタでもですね、はあ、久々の都内郊外のスタジオ、最初は緊張したな、でも出迎えてくれた監督の笑顔のおかげですぐに自分から溶け込むことができた気がします。作業に向き合ってくれたスタッフの皆さん、お疲れ様でした。参加できて光栄です。ありがとうございましたって書いてるんですね。で、都内郊外のスタジオって、それはもうなんかこう武蔵境にあるスタジオジブリしかねえじゃねえかというふうに僕なんか思ったんですけども、で、さらにかぶせるようにですね、この次の日のスタジオジブリのですね、公式ツイッターがですね、ハウル出してありがとうなんですよ。で、その前後の日付のやつと全く流れが変わってるんですね。なので、あ、これはもう両者匂わせだなと。まだ公式に発表してダメなんだけども、木村拓哉さんは一応なんかね、ある現場に行って作業って言ってるんですね。つまり、なんかその出演っていう言葉を使わないのは、やっぱあの人の中で声優っていうのは俳優とはちょっと違うので、作業で、それも打ち合わせだったんじゃないのかなというふうに思います。で、これがありがとうって、なんか匂わせてるなという気がするんですけども、ここからまあ僕のまあ独自推理なんですけども、まずね、鈴木敏夫さんは以前から宮崎駿の新作君たちはどう生きるかをですね、宮崎駿の自伝的な作品って言ってるんですね。自伝的、つまり主人公は若き頃の宮崎駿だということを、まあそんなことを言ってるんですよ。で、宮崎アニメの登場人物って、まあそんなこと言わなくても大なり小なりみんな宮崎駿なんですけども、しかしその中でもですね、宮崎駿の分身と呼べるようなのは、作品3つだけです。ハウルの動く城のハウルで、風、あの崖の上のポニョの宗助、風立ちぬの堀越二郎、この3人は宮崎駿の分身と僕は思ってます。でですね、分身といってもですね、ポニョの宗助や風立ちぬの二郎の声優を使うとは思えないんですよ。堀越二郎の声優、庵野秀明ですよ。あれをもう一回自分の自伝的作品の主人公の声優に使うとはどうも思えないんで、木村拓哉さんを主演俳優声優にするというのは十分にあり得るなというふうに僕は思います。じゃあ、どんな話なのかっていうと、僕はですね、まあ先月からですね、ナウシカは庵野秀明に譲る、渡されて、で、新ナウシカになるっていうふうに、まあ、説を採用してるんですけども、ただ、その前に、ナウシカにつながる話を、
引退作、宮崎駿の引退作でやるんじゃないのか、でそれがその君たちはどう生きるじゃないのかというふうに考えているんですね。で鈴木さんの説明がですね、で自伝的な作品だというのと同時にですね、ファンタジーだと、ファンタジー大作だというふうに言ってるんですよ。でこれ矛盾してますよね。でしょうがないから今回ですね、これら全てがついつまが合う説明考えたんですけども、君たちはどう生きるかというのは、実は宮崎駿が書くですね、異世界転生ものっていうふうにですね考えてます。異世界転生もののアレンジかな。でいきなり言われてもこれねポカーンだと思うのでですね、順に説明します。まずですね、1989年にですね公開されたニモというアニメ映画があります。原作はウィンザー・マッケイというですね新聞漫画を描いてる人の、夢の国のリトルニモっていう漫画があるんですけど、これをやるためにですね、当時スター・ウォーズのプロデューサーだったゲリー・カーツがですね、日本にアニメスタジオを作ってまで制作しようとしたんですね。でテレコムというアニメスタジオがそのためにニモのために作られて、ニモ開始までの練習作としてですね、カリオストロの城とジャリンコ知恵という日本の劇場映画まで作ってたんですよ。でその時のそれぞれの監督、宮崎駿、高畑勲は、ニモの監督になる候補の人たちだったんです。それぐらいですね、ニモというのは宮崎駿、高畑勲にとっては割と何年もかけてですね、それも海外の出身の作品で生涯最大の作品になるだろうと思ったやつなんですけども、ニモはですね、夢の中で冒険して、で、起きたら、まあ、現実に戻るというですね、もうこれって何かと、風立ちぬの冒頭と同じなんですね。風立ちぬの冒頭って、次郎少年が夢を見て起きたら、自分は相変わらずメガネをかけて目が悪い存在でっていうのって、夢の国のリトルニモの中で繰り返し繰り返し出てくるモチーフなんですけども、実はですね、そのさっきも話した通り、宮崎駿はこのニモに参加していて、膨大なイメージボードを書いてたんですよ。で、この膨大なイメージを後で、ニモの企画がポシャッと後見たフランスのメビウスが驚愕したと。日本にはどんなすごい才能があるんだと言って、わざわざ宮崎駿に連絡取って、それで二人はまあ友達になったというエピソードあるんですけども、ただこのニモ、ポシャッタって言ったのは、プロデューサーとの折り合いが悪くてですね、監督予定だった宮崎駿も高畑勲もですね、次々と降板してですね、で、膨大な予算も、もう山のように書いたイメージボードもパイロットフィルムも全部無駄になっちゃったんですよ。で一から作り直した映画がなんとかまあ公開されて、その公開された映画というのはまだ今見ることができるんですけども、まあ、こういう状況なんですけど、宮崎駿ってこういう経験を無駄にしないというかですね、一回湧き出てきた自分のイメージって必ず使うんですね。で例えばその東映をやめてまで作ろうとしたテレビシリーズ長靴下のピッピっていうのはパンダコパンダとかですね、隣のトトロとしてリメイクするんですよ。で昔ですね、そのアシュラー系ルグインのですねゲド戦記をやろうとした時にはですね、このイメージは後にナウシカもののけ姫としてちゃんとリメイクしてるんですね。でやり残した作品ってこの夢の国のリトルニモだとだけだと思うんだけども、これをねその風立ちぬの冒頭シーンだけで終わらせるはずがないんですね。でまあこれ本当に僕の推理なんですけども、自伝的な作品になるっていうのは太平洋戦争が始まる年に生まれた少年宮崎駿の見た夢の話が半分じゃないのか、で空想したことや白昼夢とかそれと当時の実際の事件、未来の事件が絡むようなストーリーじゃないのかなと。単なる空想の世界、ウィンザー・マッケイの書いたリトルニモの中で夢の世界が見えて現実に戻るって話じゃなくてですね、もう一つの裏の世界を描くと。その世界、裏の世界の出来事が現実の世界に影響を与え、現実の出来事が裏の世界に影響を与えるという、ある種の異世界転生ものじゃないかと思います。で、これね、スティーブン・キングが書いたタリスマンという小説があるんですけど、ピーター・ストラウベとの共著なんですけども、ストレンジャー・シングスの元ネタになった作品です。キングのタリスマンではですね、主人公の少年はアメリカの東海岸にいて、その東海岸の病院で母親が癌で死にかけてるんですよね。で、助けるにはですね、もう一つの世界にあるタリスマンを取ってこいって黒人に言われるんですけども、
母親はそのもう一つの世界にもいて、その世界では女王で、やっぱりですね死にかけてるんですよ。で、あっちの世界とこっちの世界が関係してて、主人公はですね、そのこっちの世界の東海岸から旅を始めて、両方の世界を行き来しつつですね、ロサンゼルスの方を向かっていくって話なんですけども、これなんじゃないのかなと。つまり夢と現実の世界を行き来する宮崎駿少年と、で夢の世界はナウシカとか戦国魔女っていう宮崎駿が作り出した世界 で少年はですね、大学を卒業、見た夢をアニメ化するアニメーターという仕事になるんですけども、この夢が徐々に徐々に現実を変えてしまうと。でそれがそのこれじゃないのかなと。でこれでどうもアオサギらしいんですけども、こうじゃないのと僕思うんですね。僕は17世紀のこのペストのマスクを連想したんですけども、これってこういうことじゃないのかなというふうに思うんですけども、なんでかっていうとですね、ちょっと一回これ外しますね。ですね、この12月1日に木村拓哉のインスタグラムで、12月2日にハウルにありがとう、これジブリ公式で、その2日前ですね、11月30日のジブリ公式ツイートがこれなんですよ。これもね、全く意味がない謎の写真2枚並べてるんですけども、ナウシカとオンユアマークなんですね。なので、僕はこう思ったんですよ。つまり君たちはどう生きるのかっていうのは、マスクをしないと生きていけない世界になるまで、ナウシカってマスクしないと生きていけない世界じゃないですか。そこになるまでの話で、その世界がどう生まれたかを書いたのがオンユアマークで、少年宮崎駿が書いた空想の世界が徐々に現実になりつつあると。新海誠がですね、東日本大震災を書くならば、宮崎駿が書くのはですね、コロナとウクライナ戦争の世界じゃないのかと。でハウルのですね、動く城に出てきた未来のソフィーが過去のハウルに影響を与える、イメージを与えるっていうのは、風立ちぬでですね、過去にもういないはずのカプローニ伯爵が次郎少年にですね、影響を与えるって話になりますね。このモチーフの繰り返しじゃないのかなというふうに思うんですよ。つまりアニメーターの宮崎駿、映画監督の宮崎駿が想像する世界が過去の宮崎少年に伝わって現実の世界にまで影響を与えてしまうというですね、タリスマン張りの巨大ファンタジーであれば、自伝的要素でありながらもファンタジーで、でこれも出せるんじゃないのかなと。ここまでも本当に僕の妄想ですよ。今まで出た材料だけで 僕なりに、君たちはどう生きるのかっていうのを考えてみました。ありがとうございます。ということですね、今日の無料はおしまいです。お疲れ様でした。感想や質問は投稿フォームからお願いします。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。